飯田戦劇シネマズは、長野県飯田市にある映画館。シネマ1、シネマ2、シネマ3、シネマウールの4スクリーンを有し、シネマウールのみ、3D 上映に対応している。1947年の飯田大化後の1951年3月5日に、中央劇場として開館した。飯田東映中劇、飯田中央劇場、飯田戦劇、 飯田戦劇シアターなどの名称だった時期もある。下稲郡では、江戸時代から人形芝居や地芝居が盛んだった。1899年には、幅坂の歌舞伎座の小倉落としに、小野駅久五郎一派が、酒税町の明保の座の改築記念工業に、大阪の市川佐丹次が訪れており、どちらも連日満員の客入りだった。 1915年には、松井須馬子や島村宝月らの一行が飯田を訪れており、宝月は、糸野と芝居の王国、飯田の皆さんと挨拶している。1921年には、現在の戦劇シネマズの場所に、有楽館という劇場が開館した。1927年11月には、陶器映画が飯田で初上映され、戦前の飯田市には、 帝国館や大松座など多くの映画館があった。遊楽館は1928年5月11日に消失したが、後に再建されている。映画再生期における、飯田市の映画館1947年4月20日の飯田大化では、遊楽館も含めて飯田市街地の大半が消失した。1949年7月12日には、 遊楽館の流れを組む劇場として、飯田劇場が開館し、1951年3月5日には、遊楽館の跡地に、中央劇場が開館した。中央劇場には、大衆食堂、中劇食堂が併設されており、中劇食堂の入り口や内部には、映画作品や俳優のポスターが飾られていた。1948年12月12日には、 時は劇場が再建され、1949年10月には、主税庁に洋画専門館の銀製会館が開館していた。1958年9月3日には、飯田松竹劇場も開館しており、戦後から昭和30年代にかけて、映画は飯田市民の庶民的な娯楽として人気を集めた。1958年には、映画月刊誌 飯田映画ノートが創刊されており、飯田市内の映画館の上映作品や詳し、い、解説などを掲載した。1953年版の全国映画館総覧によると、同時期の長野県には80館の映画館があり、飯田市には中央劇場、時和劇場、銀星会館の3館があった。同時期の上稲郡には5館の映画館があり、稲地方全体では8館があった。 日本の映画館数がピークに達した1960年版の全国映画館録によると同時期の稲地方には17館の映画館があり、飯田市には飯田東映中劇、時和劇場、銀星会館、飯田小築劇場の4館があった。1980年の映画館名簿によると同時期の長野県には51館の映画館があり、飯田市には飯田中央劇場、 イーダメーガザ、イーダ時話劇場一号館、イーダ時話劇場二号館の二施設四館があった。中劇総合ビルの一階には二百七十席のイーダ中央劇場が、二階には百四十四席のイーダメーガザがあり、イーダ中央劇場では、小畜、東映、日活作品を、イーダメーガザでは洋画を上映していた。中央通りと戦劇シネマズイーダ中央劇場、イーダメガザは、 1990年代初頭に飯田戦劇1.2に改称した。1994年には飯田戦劇1.2から飯田戦劇シアター1.2に改称している。1999年5月1日には2階のカラオケ店跡地を利用して60席のシアターさんがオープン。縦2メートル横4メートルのスクリーン。初作品は恋に落ちたシェイクスピア。 234席のシアター1、167席のシアター2に次いで3スクリーン目。2001年から、言い出しで活動する市民団体、イーダウェーブは、2003年から戦撃シネマズで定期的に映画鑑賞会を開催している。年会費は3000円、1ヶ月に1作品を上映し、2011年度は、どう、勝手に仕上がれ、ファニーとアレクサンデル、メッシ、 お母さん、などを上映した。2007年1月2日3日、飯田商工会議所と飯田市商店街連合会は、バスで飯田市中心市街地を訪れた人に500円分の映画館入場料割引券を配布する取り組みを行った。中心市街地の賑わい復活を目的としており、割引券は飯田時和劇場と飯田戦劇シネマズで使用できる。 2006年秋から2007年初夏まで稲谷では同地の農村歌舞伎をテーマとするビューティー美しいもののロケが行われた。2008年5月10日からは同作品が飯田戦劇シネマズと長野老騎士で全国初上映された。2008年11月19日には若松浩二監督作実録連合赤軍浅間三層への童貞の先行上映会があり、 同時に若松の講演会も行った。地元の長野県で上映したいという若松の要望から実現した上映会、講演会であり、22日からは3週間にわたって通常の上映が行われた。下稲郡大鹿村を舞台とする坂本淳次監督作大鹿村騒動機は、 2011年7月16日から2012年5月6日まで約10ヶ月間にわたって上映され、これは本作品において日本一のロングラン上映であった。最終日にも大鹿村の柳島正康村長を含む40人が訪れ、上映終了後には拍手が起こった。2012年2月時点で大鹿村騒動機の館別観客数では、 シネコンの丸の内東映に次いで全国第2位であり、シネコンのナンバーパークスシネはをう上回る人気だった。大鹿村の名を広めた功績を称えられて、大鹿村から感謝状を贈られている。2014年11月29日、不思議な岬の物語のなる島で、監督、飯田出身の長沼むを、飯田育ちの安川五郎が舞台挨拶を行い、 主演の吉永さゆりのビデオメッセージが投影された。下稲郡あっち村で撮影された、冒険の鐘は、同年12月6日の公開開始から2015年4月中旬まで上映され、日本一のロングランとなった。また2017年7月2日には、八重子のハミングの笹部清監督、同作出演の女優、月影ひとみが舞台挨拶で来館している。 諏訪市などで撮影された瞬間の流れ星は戦撃で2018年3月4日にプレミアム上映会が同年6月29日からロードショー上映が行われた。プレミア上映会では出演した増田優香、生田クタ高山武久らがロードショー上映初日には出演したイサムショー主題歌を手掛けた飯田出身のシンガーソングライター立高子らが 舞台挨拶を行っている。2020年は春先から拡大した新型コロナウイルス感染症の影響で時は劇場とともに4月17日から5月14日まで1ヶ月の間臨時休業を余儀なくされた。a b 1 9 5 3年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。a b 1 9 8 0年の映画館、消えた 映画館の記憶も参照した。ありがとうございます。